先頭バッター佐藤俊哉、フォアボールで出塁、ノーアウトのランナーです。いや、よく見ましたね。本当ですよね。上げた、ファール。これもファール。転がした、三遊間抜けていった。岡がヒットでつなぎました。ノーアウトランナー二塁一塁。バントを2球ファールにした後、岡ヒットでつなぎました。結果的には最高の形になりました。結果オーライですけどね。いや、よくつなぎましたよ。はい、いや、これ岡もほっとしたでしょう。バントの数、ギダもね、はい、リーグトップですからね。しっかりバントで送ってこう勝ってきたチームですから、大丈夫だと思います。ここもピッチャーの前、いいバントになりました。一発で送りバント成功。手を叩いた池田、おお、ガッツポーズです。それくらい大事なバントだったんです。大切。バントって、ね、簡単じゃないんですよ。難しいんですよ、やっぱりね。はい、しかもプレッシャーがかかってますよね。そうなんですよ、まあ、1、2塁っていうね、フォースプレーのシーンのね、特に難しいですからね。これいいバントでしたね。完璧なバントでしたね。いや、手を叩いた、ガッツポーズも出たい。安定感だけでなく、今シーズンは勝負強さも発揮しています。捉えた、センター前、千葉ロッテマリーンズサヨナラ勝ち。藤岡雄大が決めました。打球はセンターの前で弾んだ。藤岡が決めました。千葉ロッテマリーンズ、見事なサヨナラ勝ち。接戦を制しました。いや、藤岡びしょびしょです。お祝いの水を浴びて気持ちがいいパンチになってます。いや、これは嬉しい。笑顔です、笑顔です。いや、取って取られてのシーソーゲーム、決着をつけたのは最後9回裏、藤岡雄大でした。
席ヒーローインタビュー、まずはこの人、サヨナラヒット藤岡選手です。ありがとうございます。藤岡選手、自身初のサヨナラヒットとなりました。今のお気持ちいかがでしょう。最高です。さらには今シーズンチーム初のサヨナラでもあります。こちらはいかがでしょう。とても嬉しいです。勝てたんで良かったです。ものすごい落差でいただきましたけれども、9回はあのチャンスの場面、どんな気持ちでバッターボックスに入りましたか。もうとにかく、初球から打ちに行こうと思って、打席に立ちました。その中で見事センター前にきれいに運んでいきました。まあ、たくさんね、あの水分、水も浴びてましたけれども、どんな気持ちになりましたか。すごい寒かったです。今シーズンはこう併用も多い中で、まあ、しっかりと出れば、まあ、フォアボールで出ることもありますし、ヒットも打って活躍しています。今シーズンの活躍についてはいかがでしょう。まあ、そうですね、いつも言いますけど、本当一日一日、必死にやるだけだと思ってるんで、それが今シーズン本当にいい結果に結びついて、嬉しく思います。今日は満員御礼となりました。このファンの皆様の前で見せた一打、見事だったと思います。最後に一言お願いいたします。本当に今日はたくさんの応援ありがとうございました。最後も、ファンの方の応援のおかげで打てたと思います。明日も頑張ります。ありがとうございました。